ドジャースセブリ3レーズ、23日、ロサンゼルス。劇的な一発で偉業を成し遂げた。ドジャースの大谷翔平選手、30、が、本拠地で行われたレーズ戦でメジャー史上6人目の40本塁打、40盗塁を達成した。4回に今季40盗塁目の2盗を決め、3対3の9回にサヨナラの4十号満塁本塁打を放った。 出場126試合目での到達は過去最速。シーズンは残り33試合。史上初の50本塁打、50盗塁にも期待がかかる。散髪したばかりの髪から水が滴り落ちる。チームメートから受けた手洗い祝福が心地よかった。いや、もう、単純にすごい嬉しかったですね。大量のウォーターシャワーを浴びて全身ずぶ濡れになった大谷が最高の笑顔を見せた。 漫画のような試合展開3対3で迎えた9回2死満塁の場面で打席に立った。本当に1本ヒットでいいし至球でもいい。そういう気持ちでいった。マウンドには過去の対戦で2打席2三振の左腕ポシェ。一発を狙う余裕はなかったという初球、低めの136キロスライダーを無心で振り抜いた。センター右への打球確信を持てず。 その行方を見ながら一塁へ走った。フェンスイで飛んだ中堅守のグラブの上を発球が超えた。本拠地ドジャースタジアムがドーンと音を立てて揺れた。